茨城県九字郡の範囲九字郡は、茨城県の郡、人口15,328人、面積3 2 5 7 6トル、人口密度47.1人、平平方メートル。一家の一町を含む。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記一町のほか、下記の区域にあたる。 久治郡の軍が跡の場所についてはいくつかの説がある。後の水府村付近が軍家であったとする説があるが、最も有力な説は、軍河は、久米里にあったとして、現在の日立大田市大里町から同志役谷町にかけて存在する、長者屋敷遺跡を、軍が跡とするものである。この遺跡には、寺院や集落が含まれており、駅下かくじ軍の跡であるとされている。 この遺跡の調査報告書は、長者屋敷遺跡からダウンロードできる。また、口述するように、九慈郡には、軍と同じ名を持つ村である、九慈村があったが、軍がととはされていない。九慈郡の軍事は、上記長者屋敷遺跡内にある久し寺であると考えられている。寺名については、当時の地域を囲んでいたと思われる溝や、 住居跡から、久し寺と読める牧書土器が出土しており、軍事には軍名を冠する、軍名寺院と呼ばれるものがあることから、久し寺を、久じ寺の略で軍名を称する寺院の名であると考えた、ものである。日立国風土器によれば、軍家の南近くに昔あった、小さな丘の形がクジラに似ているのを見た山和武が、この地を久寺と名付けたことが、久寺軍の軍名の由来であるという。 前述のように、軍跡と,とされている地域の一部の日立大田市、大里町から日立大田市立軍湖小学校付近を眺めると望むことができる丘は、クジラの形に似ているので、風土期記載の小さな丘というのはこの丘を指している可能性がある。仙台九児本義の国造本義において、第十三代聖武天皇の第に、 初めて任命されたとされている国の宮津湖である久し、自国づくりの本拠地は、後の久時軍であるとされている。演起式新名帳に記される軍内の式内社。1、木発村2、聖、矢村3、坂本村4、東小沢村5、西小沢村6、雪久村7、佐竹村8、軍庫村9。 久米村10、近ン村11、世紀村12、キ社村13、天下の村14、染和田村15、山田村16。 本田村17、里村18、河内村19、中里村20、上村21、小里村22、生瀬村23、宮川村24、黒沢村25、井上村26、大悟村27、袋田村28、上小川村29、下小川村30、諸富野村31、大田町32、久慈村長者屋敷遺跡に関するカテゴリー、 久し寺に関するカテゴリー、ありがとうございます。